皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックスセールスアソシエイツの横山です。予材管理大学へようこそ。本日のテーマは、儲かっているのに営業力がない企業の残念な未来、です。この動画を最後まで見ることで、営業力がない会社の恐ろしい未来がわかります。そしてどこに問題があり、何が不足しているのか、確実にわかるようになります。特に営業力に不安を抱えている経営者、そして営業マネージャーの皆さん、ぜひ最後までお付き合いください。そして、この動画を最後まで見て、参考になったと思われたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。まず、理想的な状態をお伝えします。木で例えるとわかりやすいでしょう。理想的な会社の営業力は、図のように、とてもバランスがいいのです。しっかりと根が張っていて、幹も太いと、枝葉が長く四方に伸びていても大丈夫です。大きな果実がたくさん実っていてもびくともしません。大きな風が吹いたとしても、よほどのことがない限り耐えられることでしょう。具体的に説明すると、木の根っこはマーケティングです。テレアポや飛び込み、チラシやポスティング、DM や展示会、セミナー、ウェブマーケティング、SNS の活用など、見込み客を獲得するためのマーケティング手法をいろいろと実践していれば、地中深くまでしっかりと根が張っていると言えるでしょう。続いて幹です。幹は見込み客育成のプロセスです。見込み客を獲得したら、すぐ商談に結びつくわけではありません。お客様との関係を築き、相手に提案したい商材の良さやアピールポイントを認知してもらう必要があるのです。後で説明しますが、引き合い対応を習慣にしている営業は、木の幹の重要性をなかなか理解できません。長い時間をかけて太い信頼関係を築くことが、営業の最も重要な役割なのにです。次に枝葉です。枝葉は、営業のメイン活動とも言える商談です。太い幹があって、初めて多くの枝葉が広がっていくものです。最後に果実です。果実は生産活動です。企業はお客様があって成り立っています。お客様がいなければ実がなることはないのです。それでは次に、営業力がない会社の木を見ていきましょう。商品力や技術力が高い会社、もしくは歴史があって、多くのお客様とすでに関係ができている会社は、たくさんの引き合いが来ています。種をまいたり、水をまいたりすることなく、いきなり花が咲き、実がなります。商談のコンバージョン率も高いため、それほど商談活動に力を入れなくても、どんどん実がなっていくことでしょう。しかしながら強風が吹き荒れると、すぐにこの木は倒れてしまいます。次のスライドを見てください。地中深くまで根が張っていません。幹も太くありません。バランスの良い大きな木になっていないので、ひとたび強い風が吹くと、この木は倒れてしまうのです。倒れなくても、経営が傾くことは十分に考えられます。外部環境が変化したとき、とてもリスクが大きいと言えます。それでは、どうしたらいいのでしょうか。今、流行りのウェブマーケティングとか、SNS を活用すれば業績は回復するのでしょうか。次のスライドを見てください。これはよくあるケースです。流行っているからといって、よくわからずウェブマーケティングや SNS に力を入れようとすると、こうなるのです。木の根っこと、幹がずれているのです。こうなると単なる自己満足でマーケティング活動をすることになります。お金や時間、労力がかかるばかりで、投資対効果はとても悪くなるでしょう。もう一度、バランスの良い木を見てみましょう。根っこと幹と枝葉は、それぞれきちんとつながることが大事です。そして太さも揃っていることも意識すべきです。まとめると大事なのは、根っこと幹です。どんなに現在、困ってなくても、日頃から地道に根を張ること、幹を太くするための活動をコツコツしていくことが大事です。ところで、予材管理とは、目標の2倍の予材をあらかじめ仕込んでおいて目標を絶対達成させる営業マネジメント手法です。目標の2倍の予材を仕込み続けることで、木の根っこも、幹も、自然と太くて丈夫になっていきます。どんな環境変化においても、簡単に経営が傾かないようになります。予材管理が企業を大樹にさせるのです。ぜひ、予材管理に興味を持ってください。そして、もしさらに予材管理について知りたいという方は、概要欄にある3つの資料を無料ダウンロードしてみてください。今回の動画はいかがだったでしょう。ぜひ皆さんには、この予材管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画、参考になった、気に入った、という方はいいね、もしていただけると嬉しいです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございました。